なにこれ、かわいい。アイビスペイントでぷっくり壁紙作りたい。アイビスペイント作ってみよう。左下のプラスで新規キャンバスのサイズ一覧を開きます。9対16を選択します。描くときに見えやすいようにレイヤーウィンドウから透明な背景を押します。線画を描かずにイラストを描いていきます。イラストのパーツによってレイヤーを分けましょう。イラストができたらぷっくりさせていきます。ぷっくりさせたいレイヤーを選択してフィルターのスタイルからレリーフを選択します。スライダーで調節します。クークー、おクークー、パピークーク、ゲンメンクンバイッメンガデナシダカラヤラナウシ。そんなアイビスペイント。